アリチャアリアワ。原宿です。お寿司です。アリチャアリアワ第17回。はい。いやー大丈夫ですか。大丈夫ですよ。この間フードコート行ったんですけど。おお、フードコートね。なんか意外とあれこれっていうものがないなーっていう。そうなんだよね。うん、フードコート全部うまそうには見えるんですけど。場所によるけどね。決め手に欠けるんですよね。そうなんだよな。フードコートって。横浜のね、うん、ララポートのフードコートの決め手の欠けさ。うんうん、あ、ララポート。ララポート。はい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 。あるね。ちょっと駅から遠いです。そうそうそう。鴨居って駅。鴨居ね。うん、はいはい。鴨居店って。鴨居って。まずそもそも。まずそう。ララポートできるまで知らなかった。鴨居っていう駅。本当そうだね。鴨居がもうララポートの街だからね。そうね。あそこいつもね。ないんだよな、フードコートが自由に作れたらいいなって思いません？ああ、それ面白いかもね。自分が好きなようにフードコートワンフロア編集していいよって言われたらすごいドキドキすると思う。確かに。シムフードコート。シムフードコート。これ面白いよね。確かにね。あ、それ考えてみよう、ちょっと。あ、今。うん。今考えて、どっちのフードコートがいい、うん、ああ、はいはいはい、いいかもね。でも、そんなでも無限に考えちゃうとちょっと、うん、よく分かんなくなってきちゃうから、うん、どうします？何件かに絞って考えた方が。じゃあ 5店舗ぐらい。5店舗。うん。ああ。じゃあ自分がフードコートを作るとしたら、うん、このお店は入れたい。うん、ベスト5。はい。まあ、5店舗しかないフードコートにしようか。めっちゃちっちゃいな。まあちっちゃいけど、あ、まあでもいいね、アットホームな感じで、うん、いいじゃないですか。でもあれでしょ、これ自分が楽しめるフードコートでしょ。あ、これどう全員、あ、全員じゃない、俺、あくまで俺が楽しめるフードコート、うん、エゴコートエゴコートです。ララポートの対局。確かにララポートはみんなが楽しめるからこそ俺があんまり楽しめないってことだもんね。うん、そうそう。やっぱそのマーケティング的にすごいこう全方位向け、うん、だから多分お寿司さんは満足できないんだけど、そうだそうだ、あ、それをお寿司のみ、うん、のフードコートに、寿司屋なのか、あ、本当だ、ややこしい。複雑だ。俺のせいで名前変えてくれよ。いや、このためにまあ、室木お寿司という人間が一人、ただ一人満足させるために作りました。どうぞ。これがエゴフードコートです。おお、いい、エゴフードコート、まあ、あんまり多すぎるとよく分かんないんで、じゃあ5店舗とりあえずね、5店舗5店舗決めましょう。じゃあ僕も考えます。そうです、考えよう、考えよう。はい、考えました。考えましたよ。いや、いいよ。いやこれ流行るな。どう考えてもこれ住むね。住めるならば、住みたいってやつが住めるならば、いっぱい来ると思う。え、これでもどうする、1位から行った方がいいかね、5位から行くとなんかちょっとあれかもしれない。ね、いいね、いいね。そのこれどういう風に勝敗決めるのか、うなった方、うなった方、確かにって思った方か、そうしようか、うん、もし接戦だったら読者じゃないや、視聴者の方に勝敗を委ねてもいいかもしれないです。まあでも多分、うん、あるはずだよ、勝敗は。勝敗あるかな、なんとなく空気で分かる気がする。言ってみたらもうはっきりと分かるかもしれないね。わ、うん、かりました。じゃあ早速1位から発表していきましょう。じゃあもうエゴの塊、うん、エゴの塊の1位だよ。室木お寿司からいきましょう。俺からいく、うん、1位わがお寿司フードコート、はい、第1位は、はい、リンガーハット。あー、リンガーハットね。そうリンガーハットはやっぱ欲しいでしょ。これこれさ、うん、ドラフト的なこと、あ、取られちゃった、取られちゃった的なこと。あ、でもそこまで考えてなかった。そこまでルールを考えてなかったけど、まあ、取られなくてもいいのかな、いいんじゃない、いい、一応取られないやつで、うん、取られないやつでいこうか今回、うん、もう最初に決まった、最初決まった、うん、1位がリンガーハットね。1位リンガーハット。これはなぜ、
や、これもう俺が大好きで、リンガーハットって、はい、まあ、片焼きそばと、うん、ちゃんぽんが、まあ、あります。ツートップじゃない。ツートップで、これ交互に食っていけば、うん、一生食っていけるのよ。生涯、生涯、生涯はどうかわかんないけど。で、餃子とかもあるし、ある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 。だから俺ほんとね、年に十何回は食ってるんだけど、まあ、そんなでもない。一生食うって言って十何回か。俺の中ではめっちゃ多いんですよ。そんなに外食わないから。まあ、なかなかそんなにはいかないかもしれない。そうそう、うん、でも すぐ食いたくなる。ああ、リンガーハット食いてえな、この町リンガーハットねえのかなっつって、はい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 、調べたことがもう数知れず。いや、わかります。で、まあ、なんかね、お腹がこうあんま空いてない時にも、うんうん、食欲があんまない時でも、うん、すごいお腹空いてる時でも、うん、いつでも合うんだよ、リンガーハットって。そうね、そう、ミニがある、ミニじゃない、なんだっけ、ショーみたいなね。そうそう、あるわね。これいいね。いや、わかります、リンガーハットは。わかりますよ。どうですか。いや、まだ1位だけだから、まだバランスがね、大事だと思うんですよ、この種目は。最終5位まで聞いて、総合的にその風景を想像した時に行きたいか行きたくないかですから。確かに、まあそれはリンガーハットはみんな行くよね。行く行く。リンガーハット1軒だけだとまだまだ分かんないですから。僕じゃあ1位を発表します。お願いします。原宿フードコート、はい、第1回選択指名選手。選手になってる。1位、牛タンネギシ。あー、ネギシきたか。ネギシいいんですよね。ネギシね、まあもう今言った瞬間に食いたいです。ネギシ、なんかね、ネギシはやっぱね、食欲をねかきたてるんですよ。わかるわかる。牛タンネギシ、うん、ちょっとまあ、あれです、お高いっていう難点はね。ああ、そっか、ちょっと高いね。牛タン定食レターも1300円ぐらいしちゃうんだけど、うんうんうん、まあ、うまいし。わかる、うまいよね。あの、麦飯とね、とろろの、そろ牛タンで一杯、麦飯でとろろで一杯、うん、あとなんかついてくる辛い変なやつ、唐辛子の変なやつで一杯。酒飲んでる。いける。あ、いや、ネギシいいよね。いいよね以外ない。ネギシいいよね以外ない。ないない、ネギシはいいよ。いや、なんかもう俺たまにネギシって食うと、うん、もうここ天国なんじゃないかなっていうぐらい満足感がすごいのよ。あ、うん、こんな充実した飯あるかねっていう。テールスープもいいんですよ。あ、テールスープいいよ。白ネギが浮いてる感じがね、またうまいとこついたよね。全部いいよね、あそこの店。そう、全部いい。常にも食いたいです、ネギシは。ネギシ見るたびに、ああ行きてえって思って。ネギシ発見するとその町のことちょっと好きになる。そう、ネギシ発見で。ネギシ発見だよ。ネギシ発見だよ。8つのネギシを牛タンを持った。いや、ネギシは好きです、僕は。だから、あのテーブルのさ、広さもちょうどいいんだよ、ね。ああ、あるかも。なんかね、カウンターみたいなテーブルだけど、うん、広めなんだよ。なんか、救急としてないですよね。そうそう、してない。で、2位行きましょうか。うん、じゃあ、ムロキお寿司フードコートの2位。我が、はい、お寿司フードコート第2位は、うん、ネギシ。ネギシじゃねえかよ。だから褒めたんだよ、こんなに。いや、ネギシでしょ。そうね、いや、ネギシなんだけど。こんなに同じになる。いやいやいや、だから1位2位はやっぱさ、そこら辺はなんかかぶる音が結構高いね。あ、まあまあそうかもね、もしかしたら、うん、いや、ネギシだよね。あ、まあ、さっき散々喋ったからもう言うこともないけど。そうね、やっぱちょっとご飯も行きたいなっていう時には、まあ、リンガーハットじゃやっぱ、まあね、天津飯があるから。そうそう、飯食いたいって時はやっぱリンガーじゃないから。ネギトロが俺異常に好きでさ。ネギトロ、そう、ネギトロか、はいはい、ネギトロっていうかトロロ。あ、トロロね。え、全然違う。トロロねじゃない。トロロ全然違う、別物だ。トロロだ、うん、トロロご飯大好きやろ。そう、とろろご飯が食えるところがまず少ないんです。そう、そうなんだよ。最近でこそ吉野家に定食が出たけど、麦とろ定食出たけど、
ただね、やっぱ微妙に違うんですよね、ギシの。そう、麦とろだからね、うん、あれがやっぱ、うん、だから本当、麦とろご飯だけでもいいぐらい。別にそうね、こ、うん、こに牛タンもついてきちゃうっていうんだから。牛タンもいいんですよね。これはやっぱ外せないなと。2位はネギシです。リンガーネギシ。リンガーネギシ、わかりました。だいぶ良くなってきた俺。じゃあ僕の第2位を発表いたします。はい、原宿フードコート第2位、リンガーハット。こんなに被るかな。嘘でしょ。こんなに被ることある。でも全員そうなんだよ。世の中の人は、世の中の30代後半男性は大体このツートップ。いやこれなんでかね、なんで被っちゃったかね。でもちょうどいいんだってな。チェーン店の中で一番ちょうどいいやつなんだ。いや本当企画的には全く別々の意見を戦わせたかったところなんですけど、この2店舗に関してはもうちょっともう争う余地がない。ただ今でも全く一緒の1位と2位全く一緒。2店舗一緒ですから。もう1が店の位置がちょっと違うだけで、ほとんど最下が差別化されないけど。でもまあリンガーハットですよ。あのね、東横沿線ってリンガーハットがないんですよ。まず僕住んでるのは東横線の沿線なんですけど、ただ、うん、最近気づいたの。おうおう、あの武蔵小杉にあるグランツリーっていうショッピングモールのフードコートにリンガーハットが入ってたんですよ。その子に気づいた瞬間僕もう射精しました。行っちゃった。こんなとこにあったんだみたいな。ないと思い込んでたわ。やべえじゃん、あそこ。そしたら射精してるやついっぱいいるんじゃないですか。驚いて。普通だってさ、もう露面店のイメージでしょ、リンガーハットって。まさかフードコートの中にあると思ってなくて、ね、だからびっくりした。何回も来たことある。あれやっぱいいんですよね、リンガーハットは。間違いないよね。もうやっぱ食欲ない時でもそう、確かに食えるっていう。全く一緒のこと言うんだけど。あと野菜が、うん、野菜が食えるんです。あ、そう、野菜たくさん、野菜がとにかく多く入ってるんで、うん、そのなんかこう僕ら世代になるとやっぱちょっと健康面もね、うん、不安になってくるけど、うん、まあ、野菜食ってりゃいいかと。確かにね、あれは野菜豊富だね。ここもカバーできるんで、うん、まあ、リンガーハットは入れとかなきゃなっていうことで2位でした。なるほど、うん。いやもう今のところ一緒だから。一緒だから。ちょっとじゃあ3位は、3位から多分こっから色が出てくる。こっから別です。こっからね、うん、色が出てくる、うん、じゃあいきますよ、はい。我がお寿司フードコート、はい、第3位は、はい、ジャンガララーメン。おー、ラーメンね。ラーメン、豚骨だ。豚骨、はい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 。豚骨ラーメン大好きで、うん、一風堂かジャンガラかな。あー、一風堂もうまいけどね。ジャンガラかなっていう。ジャンガラの方がなんかちょっとこうスナック感覚じゃないけど、うんうん、軽い感じは。そうそうそ う, そう、飲んだぞとか言える感じの、うん、ありますね、うん。あ、じゃあそれ用ってこと。いや、まあラーメンをちょっと欲しいなっていうので、ラーメンは1個置いとこうかと、欲しいっていうのと、あと本当にそれ用で、うん、飲んだ後そこ寄って、うん、いっぱい食って帰るみたいな店が欲しいのよ、うん。ああ、はいはいはい。で、あんまやっぱね、まあ、いろんな店行かないけど、うん、他のラーメン屋だとちょっと重いから。あ、こってり系はね。そうそう、博多豚骨すっとこう麺も細くて、そうそう、細麺の、うん、もうかっ張り方かなんかで、ね、振っちゃう、さっとね、さっと振っちゃう、うん、で別に階段をせず帰るみたいな。あ、ネギシ、リンガー、ジャンガララーメン、わー、やばい、めっちゃ入りたいわ。入ってるでしょ。往復したいわ。入って悩むくらいだから、もう行くのやめようかなと思うぐらい。そう、嘘でしょって思いながら何度か。まだ3店舗でいいですね。3店舗でグッとこう、グッとパワーが出てきました、うん。さあ僕のじゃあ3位、うん、じゃあ3位発表させていただきます。原宿フードコート第3位、はい、つけ麺安部です。あ、つけ麺きた。まあ僕もやっぱりそのね、ラーメン流れも全く同じなんですけど、3位にはラーメンかつけ麺だなと考えていて、まあ、僕つけ麺がやっぱ好きなんで、この安兵衛、安兵衛と行ったことないです。あ、本当に、あ、もう行った方がいいよ。
早く一刻も早く行った方がいい。どこにあるの？まあ、渋谷、池袋、新宿、下北、秋葉原とか、まあ、ポツポツとあるんですけど、何系なの？このつけ麺がね、結構そのつけ麺って言ったら魚介の武士系みたいなのが最近では主流なんですけど、安兵衛の味ってすごい特殊で、なんかね、甘酸っぱいんです。スープが甘酸っぱい、甘酸っぱい、なんかベジポタ系だかなんだかわかんないけど、野菜が結構入ってて、野菜の感じが甘えさになってるみたいな。なんか女受けしそうな感じじゃん。女、まあまあ女性も好きでしょうし、あとね、ポイントは玉ねぎが入れ放題なんです。おー、いいね。これなかなかないんですよ、ラーメン屋で。いい、ね、刻み玉ねぎ入れ放題、なんで玉ねぎのちょっとその辛さみたいなのも足せて。おー、いいね。だこれ入れすぎると水っぽくなっちゃってよくないんですけど。おー、あ、そう。だ、自分でこうカスタマイズしながら楽しめる安部。安部やね、これ。これ本当にね、中毒的に一時期ハマってて、25、6ぐらいの時にもう週3ぐらいで食ってて、安兵衛だけ、安兵衛だけそれやべえ。それで1兆円になりましたダメじゃん食いすぎて多分そんぐらいちょっと僕好きなんですよ、安兵衛の味が。分かんないけど、つけ麺は、俺もちょっと悩んだんだよね、じゃあ4位いきましょうか。4位行こう、4位から相当ね、味が出てくる。これは分かんないですよ、もうどうなるかじゃあいきます。これはね、賛否両論あるかもしれない。はい、我がお寿司フードコート、第4位は、ドトール。はぁ、渋いでしょ。ドトールか。いやー、フードコートにドトール持ってくる、いらんわいや、いるって。いや、ときめかないです。ドトールいるって。今3位までときめいてたのに、4位で急になんか安っぽくなったね。あ、ドトールないでしょ、なかなかフードコートに。まあ、中にはないかも、ね。ドトール行ってないの？ドトールあんま行ってないでしょ。行ってないから。俺好きじゃないんですよ、ドトール。え、狭いじゃん。それもな、悲しいな狭って思う。いや、全然もう生い立ちがダメだから生い立ちの問題。ドトール狭い地区に生まれたまあまあ広いドトールの中にあるでしょうけど広いドトール大概駅前のさ、もう強小ななんか立地にあって、もう救急しながらなんか、それはもう違う、ドトールじゃないから違う、広いドトールだ。それなんかロッテとロッチみたいな嘘ない、嘘のドトールだ。そうそう、本当のドトールはもうちゃんとね、席が広い。いや、でも何がいい、フードコートにドトールあったの？いや、あのね、結局レタスドッグ、レタスドッグかミラノサンド A か。あ、なんかそれはよく、それを食いたい、それコーヒー飲みながら食いたいっていうのが、やっぱね、イラストレーターたるや、みんなあるわけ。みんなあんの？みんな、あの、外で仕事をさ、あ、まあね、したい人は、はいはい、大概喫茶店行くんだけど、喫茶店で一番上手なのは俺はドトールだと思うんだよ。え、最高が？最高というか、コスパとかいろいろ考えると、うまいし、コーヒーも安いのに、安いね、うまいね、結構、で、食いながら飲むとめちゃくちゃうまい。レタスドッグ、レタスドッグとかミラノサンド A セットとか頼むと、まあうまいよこんなに短いのか、まずかないだろうけど。いや、うまいんだってドトール。で、レタスドッグってレタスしか入ってない。そう、いや、レタスって人は食うわけねえじゃん誰がパンとレタス挟んで作るそれしか入ってないんだよ、レタス。ソーセージ入ってる。あ、ソーセージか。当たり前でドッグって。まあ、でも、まあ、確かにそのフリーの人は喫茶店で仕事することが多いから、ドトールあってほしいっていう感覚はあるのかもしれないね。で、さっと食ってさっと行くみたいなのも、一番ドトールがいい。なんかね、ファーストフードよりも、ドトールが一番こう、さっスピードってことね。スピードスピードのドトール。そう、さっと出てくるし、まあ、いいよ、ドトールいいよ。じゃあ全然ちょっと今下がりました僕の中でのお寿司フードコートの評価が下がりました、じゃあ僕いきますよ、4位、はい、
原宿フードコート第4位岩本九。ああ、岩本九。これちょっとね、うん、知らない人が多いかもしれないですね。うんうん、俺名前しか知らない。蕎麦屋です。食べたことない。あ、本当に。うん、まあ立ち蕎麦屋なんですけど、うん、まあ、結構あるところが限られてる。まあ一番有名なのは歌舞伎町にあるんですけど、うんうん、この蕎麦屋何がいいかって言ったらやっぱね、クオリティが高いんですよ。うん、あ、言うよね。そうよく言うよね。天ぷらも揚げたてで出てくるし、うん、必ず揚げたてなんです。作り置きなしだから。絶対。絶対揚げたて。確実に揚げたて。揚げたて？うん。で蕎麦もいいんですよ。なんか軽い感じの蕎麦で。つるっといける。つるっといける、うん。うまい。値段以上のクオリティを必ず出してくるんですよ。岩本九。天ぷらそばは食べる。まあだいたいつけ天とかですね。つけ天。うん。ざるそばと。ざるそばと天ぷらとか。まあ他にも結構いろんなメニューもあるけど、このそば屋が我がフードコートにあったら、うん、これはいいね。まあそばうまいけどね。やっぱ4位にちょっとそば屋を。置きたかったんですよね。なんで？なんで？なんで？なんでって言われるとなんかあれだけど。あ、ただ今俺の見返すとちょっとリンガーハットと岩本九の両立は厳しいかもしれないなってちょっと思います。全体像を見た時にほころびが出てるよ。そう、なんかどっちもそんなにこうがっつり食いたくないなって時に行く感じなんで、うん、そう、結局どっちかがさ、結局どっちかを選んでしまうかもな俺は。せっかく2店舗作ったものの結局1個でいいかもってことに。やばいやばい、やばい。あ、確かにここは穴といえば穴かも。そこをつく、ビッグポイントがつくよ俺は。5位なんですか？5位ね、はい、ここでこう多分味がボーンと出る。はいはいはい。我がフードコート第5位は、はい、銀だこ。ちょっとないわ。なんでそんな否定すんのよ。いや、もうドトール銀だこで一気にもうなんか商業的な側面がちょっと、いや商業施設じゃないの。匂うわ。なんかいや横んでもあんじゃん、銀だことかドトール。いやいや、横にでもあるけどフードコートの中に入れなきゃないんでしょ。いや、まあまあ別に食うけどね。食うけど、いや、銀だこのいいところを僕は言います、うん、今。はいはいはい。ハイボールが飲める。あー、銀だこはハイボールが飲めるんだよ。安いんだよね。安いし、ハイボール。確かにそれはね。あ、ちょっとある。あるでしょ。ちょっとあるね。フードコートってあんまお酒飲めないんじゃん。あ、確かに。そんなにないか。そんなないでしょ。あっても結構生500円とか、ね、そうまあ、うん、リンガーハットでビール頼むとかあるかな、うんうん、そんな中銀だこで軽く一杯。なるほど、酒用意ね。そうなの。銀だこでたこ焼き食いながら、うん、あのハイボール飲んだ後に、うん、ジャンガララーメン食うっていう。あ、ここで完結するんだ。そう、フードコート内での循環みたいなの。そう、俺のね、フードコートはタッグを組んで2個ずつがこう形成するから、はい、常に。あ、そうなの。そう、ドトールはドトールで仕事して、うん、コーヒー一杯飲んで、うん、で夜になったらネギしてご飯食べて帰る。あ、なるほど。タッグで。タッグが。へえ。え、あとリンガー、あとはリンガーハット。リンガーハットは、うん、銀だこ。どういうこと？銀だと、あ、締め。あ、それもジャンガラと同じ。ジャンガラかリンガーとかどっちか選ぶってこと。両コース。そう、銀だこ。銀だこですよ。もうなんかもうチラチラ常になんかさ見るから、そう、ありがたみがないんだよね、銀だこって。まあ確かにそこら辺にいっぱいあるけど、これあるわ。まあ、このフードコート内だけにしか、うん、もう俺はそこでしか生活しないっていうようなイメージで。あ、そういう話なのこれ。そうだよこれ。あ、そういう話なんだ。そう。あ、全然それそう思ってなかった。そう、この中で生活するとはちょっと思ってなかった。ただまあ帰り道によるかな。帰り道に、だからでも帰り道によるとしても、うん、他の夜道はもう何もないから。家ばっかりだね。あ、そう、うん。そんな住宅街のど真ん中にある。ど真ん中、変質者ばっかりだね。変質者ばっかりの住宅街。うん、そう。じゃあ5位教えてくれよ。5位ね。うん、まあじゃあ5位。これ人によってはちょっとおいおいと、お気に入ってんじゃねえよっていう感想になるかもしれ
れないですけど、うん、原宿フードコートの5位は、うん、吉野家です。あお気に入ったお気だろう、それは。そうね、いや正直起きました。吉野家こそいっぱいや、正直置いたな。なんで5位置いちゃったんだろう。そうだよ、5位はあれだよ、冒険してもよかった。5位、5位はこんなのがって、それはもう銀だこにも言えることだけど。え、銀だこはあえての銀だこだよ。いや銀だこも置きだって、レアリティがないんだよ。銀だこ置かなくないな。銀だこと吉野家はレアリティっていう意味では全くないから、やっぱ置いちゃったんだよ。これ置いちゃったの。5位同じよ、1位リンガー、2位ネギシ、5位奥っていう。あ、3位ラーメン、3位ラーメン、5位奥って、もうね構成が同じなんですよ。ああ俺一緒か。だからなんかやっぱ似ちゃうのかね、その30代男の目線。でもさ、うん、でも吉野家はさ、うん、ネギシとかぶるし。いやいや吉野家はやっぱ朝飯要員ですよ。吉野家そうなの。根岸は僕は帰りのイメージで、そういうこと、行くときは吉野家でさっと牛飯食って、うんうん、小もさだね。あ、そう、必ず僕小もさだ、小もさだのごぼうですから。へえ、やっぱうまいんだよね牛丼。吉野家でも最近ずっと食ってることないな。いや久々に食うとね、なんかもう生命を取り入れたんじゃないかっていうぐらいの。生命を取り入れたんじゃない。生命を食べた、まあ、生命を食べてるんだけど、なんかすごい、なんか力が、高度経済成長期の日本人の活躍がなんかね、何歳だよ、頭に浮かぶんですよ。なんかパワーが湧きますね、吉野家を食うと。そうか、やっぱ吉野家はね、お気に入ったと言われても置きたい。それが吉野家、ありがとうございます。どうした、吉野家の人、吉野家の人人になっちゃったけど。なんだよ吉野家の人。これ難しい。まあでもなんかちょっと、いやでもちょっとバラエティ感で言ったら俺だって、これちょっと勝敗はつけられないです、これは今。じゃあドローかな。ただなんか違う人のこれも聞きたいっていう気持ちになりました。聞きたいね、特になんか女の子とかね。あ、女の子なんか女性が考えてるフードコート、しゃら臭いフードコート聞きたい。それ聞いて、おいおいってふざけんなっていうことをなんか言いたいなって気持ちに今。パンケーキ入れるんだろうな絶対。あ、入るかな、どうなんだろう。いやでもそういうシャラいのはやっぱ入ってくる、絶対入れるよ。でなんかやっぱ違う性別、違う年代とかでちょっと一回聞いてみて、 あとこれを聞いてるリスナーの方ももし理想のフードコート考えたら送ってください、うん、常にさ変動するってのありっちゃありあわないのフードコートが あこれ来たかみたいなの入ったら、あ、入れ替え式、そう入れ替え式、あ、それ面白いね、ありっちゃありあわフードコート、うん、何をやってんの。とりあえずさ、うちらの 3,、うん、3からだから、はい、ちょうど今9番じゃない。あ、じゃあない、ない、10個か、僕らのベスト9ですよ、うん、それをあげといて、うん、なんか来たら、もしリスナーの方からこれをフードコートに入れてくださいっていう意見が来たら聞きたいですね、うんうん、ただネギシとリンガーハットだけは外さないですけどね。それを超えるやつ送ってこいっつ話だよ。僕らもこんなにマーケティングが成功してることってあるんだ。同じ年代の男にダセーよ、がっつり刺さった。俺らダセーよ。わかりました。というわけで皆さんもね、うん、たまにはこう理想のフードコートを考えてみるのもありっちゃありじゃないかと、ありじゃないですか、いうわけで今回この辺でやばい、ありがとうございました。ありがとうございました。